開花を観測しました。いろいろと、まあ、コロナだったりとか世界情勢だったりいろいろある中で、やっぱりこういう桜見るとすごく明るい気持ちになるので、こういうようなニュースが増えるといいなというふうに思ってます。皆さんお待たせしました。東京の桜の開花発表です。